はい、はい、皆さんこんにちは、吉田の噂です。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。はい、今日のですね、乗りますの、図書館へ号はですね、こちらでございます。バシン。集中ゾーンスイッチの入れ方。仕事やプライベートで火事場のバカジェラからが出せる究極の集中力イコールゾーンに入れば、作業があっという間に終わる、ミスがなくなる、注文をもらえる客がわかる、確実にヒットする商品を開発できる、好きな人から先にアプローチされる、人生の大逆転ホームラン王と、とあります。ですね、僕、ゾーンっていうのを知ったのはですね、もう何年か前になりますね。ちょっとゾーンっていうのを知るの遅かったのかちょっとわかんないですけど、今も多分続いてると思いますけど、爆笑問題さんのですね、爆笑問題日本の教養っていう番組がすごい好きで毎週見てましたけどもね、今全然見なくなっちゃいましたけども、その中でゾーンのことがありましたね、メンタルトレーニングの方、この方だったらびっくり、岡本さん、わかりませんけども、まあ出てきてですね、まあその集中しているゾーンという世界のことをね、初めて知りましたね。まあなんとなくそういうものは分かってたんですけど、そういうゾーンという言葉があるかなっていうことは知らなかった。要はですね、スポーツ選手、そこで言ってたのはですね、ピッチャーとバッターがいて、集中力でゾーンっていう状態に入ったバッターをですね、ちょっとこれ下ろしますけども、ピッチャーが投げてくるボールのラインが、まだ投げてないのに、構えてるじゃないですか。投げてないのに、このラインが、こう、パーッと、こう、線になって、こう、見えると。で、実際、その、ライン、通り、来て、打てた、みたいな、ことを聞いて、と思って。なんか、もう、何でもありじゃん、みたいな感じで思ったのを記憶してますね。で、イメージ力を高めるために、爆笑問題の太田さんに、ちょっとバッターボックスみたいに立ってください、なんていう話を、その、トレーナーの方が言っていて、で、ここはどこの球場ですかとかですね、どこのチームとどこのチーム戦ってるんですかとかですね、まあ、第何回、何回裏とか、何回表とかですね、っていう質問をどんどんしてましたけども、あ、そこまで考えるんですねっていうことをね、大田さんが言ってましたけども、そこまで集中してイメージをするということらしいんですね。で、この本にはないですけど、まあ昔ね、僕が聞いた話なんですけども、ゴルフを打っていて何ホールか回ってた時に、青木プロかですね、ジャンボプロか忘れましたけども、イメージが強すぎて、イメージの頭の中で、そのパット、最後のパットですね。グリーンの上のパットを打って、コロコロコロって転がって、インしたと、自分のボールが。っていうのをイメージして、打たないで次のホール行っちゃったっていうね、話がありました。で、おいおいおいって話なんですけど、あれ今もう入ったでしょっていう。あ、まだ打ってなかったんだ、みたいな。実際打ったら入ったっていうね。それぐらいですね、集中。まあ今思えばそれがゾーンなのかなっていうふうにね、思ったりもしました。はい。で、この中にですね、まあ集中力っていう部分ですよね。で、なぜ集中できないかっていうか、なぜ集中できないか。というか、集中できない状態のことをまずね、話してますけども、要は、集中しようと思うと集中できないってことがね、書いてますね。だから人間の体って、意識、潜在意識、肉体、このバランスがちゃんと整ってる状態がいいそうです。で、生きてることがすでにもう集中しているので、集中しようと思わなくても、すでに集中できてるんだよ、あなたは、ってこともね、中でおっしゃってますね。はい。本当に、改めて意識しようとすればするほどできないんじゃないかってこともね、書いてあります。で、あとですね、注目すべきとこがどっかあったんですけどもね、そうですね、思い出した。あれですね、まあ、イメージトレーニングのですね、ゲーム感覚でできるイメージトレーニングっていうことで、自分が電車に乗っていて、で、駅、着きます。自分が降りる駅じゃないんですけれども、駅着いた、ドアが開いた、で、向こうには駅何々駅というのを看板というんですかね、見える。で、ベンチがあって人が座っているとか、そういう状況があります。で、乗ってくる人は乗ってくる。降りる人は降りるという状況があるときに、どんな人が乗ってくるかというイメージするっていうのが書いてありました。例えば、まあ、グレーのスーツを着た、黒いネクタイをしたですね、男の人が入ってきて、サラリーマンの風の人が入ってきたと。
あるいはですね、まあ、あの、赤ちゃんを抱えたですね、まあ、我が奥様というかね、入ってくるとか、ね、いろんなことをイメージすると。で、そうしていくと、もちろん外れるんですけども、何回も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 やっていくと、当たる時があるそうなんですね。ものすごく集中して、これなぜかっていうと、この中に書いてあることなんですけどね、あくまでも。自分のですね、もう集中力を高めすぎてですね、もう自分の電波っていうんですかね、この中では電波っていう書き方じゃないんですけども、まあ、簡単に言えばそういう電波みたいなのが自分から発して、で、相手と共鳴すると。そう。で、共鳴するといいんだっていうね。で、ちょっと話伝言しちゃうんですけど、共鳴するためには呼吸法とかですね、声を出すとかってことも書いてあります。まあ、読んでいただければわかるんですけども、そういった、波長、共鳴させるっていうことをね、書いてあります。で、昔聞いた話なんですけど、またね、人間からですね、なんか電波というか、まあ、電磁波じゃないね、微量な、電波が電波というかですね、まあごめんなさい、目に見えない何かが出てるっていう話にしましょうか。ごめんなさいね、忘れちゃったんで。例えば、ラジオ、まあ今、ラジオ、まあ、聞く人も少ないのかもしれないですけど、ラジオって発信して、ラジオが受信してるじゃないですか。でも受信するためには、ラジオで。発信しないと受信しないそうなんですね。微量に発信をしてるそうなんですよね。電波を、ラジオ自体が。だから発信したのを受信するだけじゃなくて、自分が発信しないと受信できないそうなんです。だもんで、共鳴っていう部分。例えば、自分がですね、あいつどうしてるかな、最近、もう3年会ってないけど、みたいなやつ、思ってたら、急に電話かかってくるとかっていうことはないでしょうか、過去。中でそういうふうにですね、不思議な話なんですけれども、共鳴っていうのもね、あるっていう話があります。それがですね、もう究極にゾーン状態に入ってスイッチが入ると、もう量が、ピッチャーが投げるですね、この球スイッチが見えるわけですね。長嶋、茂雄ミスタージャイアンツですけども、もう前世紀の頃ですね、もうボールがですね、こう、ボールなんかちっちゃいわけですけどね、バレーボールぐらい大きく見える。もっと言えば、止まって見えるっていうね、話は有名だと思うんですけど、それだけ集中して、その集中力のスイッチが入って、ゾーンの世界に入ってたということらしいですね。まあそういったですね、まあトレーニング方法などなどがですね、いろいろ入ってます。とにかくですね、集中力がないのはメンタル力がないからだって言われてますけど、そうじゃないってこともね、書かれてますんで、ぜひね、図書館へ GO かなと思いますけれども、はい、ということで、ありがとうございます。今日ご紹介いたしました本はですね、集中ゾーンスイッチの入れ方、パチッ、自分のとかパチッって感じですね。はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。